さんこんにちは、浅田真央です。ここが小淵沢にありますアルソーさんの本社です。いやもう本当に緑がたくさんで自然たっぷりのここ場所なんですけど、とっても気持ちがいいです。そして見てください、この素敵な建物ですよね。それでは早速本社の中をご紹介したいと思います。レッツゴー、行きましょう。はい、ということで本社の最上階にやってきました。そしてですね、ここが私の一番のお気に入りのエアガーデンとなります。見てください、すごい綺麗ですよね。アルソーさんは製品作りで水を大切にしていて、それを象徴する場所がこちらです。こちらが八ヶ岳です。もう大自然に囲まれていてとてもパワーを感じます。それでは下の階に行ってみましょう。1階に戻ってきました。続いてはこちら、社員レストランのザ・ガーデンです。それでは行ってみましょう。こちらはなんとオーガニックの野菜がいただけるんです。野菜中心でバランスの良い食事がいただけます。私もいただいたことがあるんですけど、とても美味しいです。そして今日のメニューはこちら、ハロウィンベジプレートです。同じメニューが出てこないんですよ。すごいですよね。わー、すごい。こちらすごい色とりどりでとっても素敵です。アルソワさんならではの健康を考えたお食事となっています。わー、すごい。ガーデンの外にはテラスもあるんです。そしてこちら、お庭もとっても広いです。気持ちいいですね。緑もたっぷりですね。最高です。それでは皆さん、続いての場所に行ってみましょうか。それではじゃん、見てください、アルソーさんの畑、レインボーハーブです。ここでは無農薬で自然と調和した農法で野菜を育てています。健康食品の原料やレストランで提供しています。私もこの畑が大好きで、一生懸命今畑について勉強しています。では早速こちらの野菜を収穫してみたいと思います。すごい綺麗な色、いきます。おお、取れた。見てください、綺麗。すごい緑も綺麗ですよ、ほら、新鮮。じゃあ早速いただいてみます。あ、すっごい野菜の香りが強い。あー、みずみずしい。すごい水分出てきました。やっぱり採れたての野菜は野菜の味が濃いです。とっても美味しい、最高。以上、アルソワの本社とレインボーファームのご紹介でした。